昼は麺食い、夜は共食い、パーカッショニストの松井一郎でございます。今日はここ自分の車の後部座席からお送りしております。自分の車の後部座席に乗ることなんてめったないんでね、なんか居心地がいいですね。場所は日本橋茅場町でございます。さて今回はライブをね2本紹介したいと思うんですが、今年のライブも決まりました。去年も2回ライブできたんですけれども、ようやく2本決まりました。まず一つは6月の22日エコタのバディというライブハウスです。ここは7、8年前かな、ラテンビッグバンドオルケスタステテコっていうグループで出演しました。それ以来ですね。でも前回ちょっと前にメイルズっていうグループでね、ここでやりました。あ、ここだったら割とスペース的にもいいかなと思うんですね。食事も割とできるし、で広いですね。ここでゆったりと食事でもしながら聞いていただけたらいいんじゃないかな。で駅の真ん前なんでね、すごくいいんですよね。ただエコタっていうのはちょっと横浜からは遠いんですけどね。そういうわけで横浜でもう1本、2本目は7月の5日なんですけれども、館内のエアジンっていうところでやります。このエアジンっていうのはですね、私が高校1年ぐらいの時に初めてね、エアジンでやったんですけど、もちろん貸し切りでね。それ以来梅本マスターにはいろいろ可愛がっていただきまして、今ね横浜で僕がライブこうやってできるのもエアジンね、梅本さんのおかげじゃないかなっていう風に、まあ本当に感謝してますけど、そこで久しぶりにライブをね、松井やっていいよって言われたんでよろしくお願いしますということで、7月5日というのはですね、実は私の誕生日なんです。何年か前にもバースデーライブっていうのをやったことがあったんですけども、本当は嫌なんです、誕生日は。ただメンバーにスケジュールを聞くとですね、7月5日っていうのは僕ともう一人ね、パーカッショニストで小林誠くんいるんですけど、同じ7月5日誕生日で、なんかねメンバーがなんかその日を気にしてくれてるというか、いつがいいかなってお伺いを立てるとですね、7月5日のことだけみんな丸になってんですよね。まあ一人だけ罰の人がいたんですけど、そういうわけであんまり言いたくはないですけど、まあ、偶然なんですね。偶然ということにしてください。そういうわけで7月5日エアジンというそこで2本ライブやります。まあ、だんだん情勢が良くなってきまして、音楽のできる機会も増えてきました。皆さんぜひ来ていただいて応援していただきたいと思ってます。これから演奏を聴いていただきますが、去年演奏した曲で、1991年ぐらいからずっとやりたかった曲を去年ようやくできて、その曲をこれから聴いていただきたいと思います。曲名はおめあげあげ、難しいスペイン語です。私はわかりません。小林誠くんにその辺は説明していただきたいと思います。小林くん、よろしく。それでは。次の曲はですね、これまたすごい新曲なんです。新曲って言っても、あ、うちのバンドの新曲で、この曲は91年です。1991年の曲なんですけど、それが新曲です。もう30何年、ちょっと引き算できませんけど、ようやくできるようなっていう感じの曲で、ソノラポンセーニャっていうバンドがありまして、プエルトリコのバンドなんですけど、この曲だけ説明しますけど、あとは曲の説明一切しません。しても分かんないと思います。もう面白くないと思います。私もあんまりよく分かってないんで、この曲はね、すごい曲なんですけど、曲名がダンダダンっていうんです。曲名長いんです。これダンダダンっていうところが随所に出てくるんです。読めないぐらい長いんです。誠、これなんなんっていうスペイン語はどういう意味？そういう曲です。それでは91年ようやくできた曲。あ、ごめん、まだしてたの。ちょっと声小さいじゃねえか。あ、そっか。ちょっと最近耳も遠くなってきたので、もう終わったのかな。やりますか。はい。ダンダダンっていう演歌歌手いましたね。諸星ダンっていうのを言ってらっしゃるんですダン池田っていうのがね、ニューブリードっていうビッグバンドダンシンヤっていう人大好きでしたダンシンヤとミッドナイトシックスっていう中君がね、アルバイトしてた中君がバイトしてた六本木のバレンタインのところに僕がダンシンヤさん見に行きましたね。それではいい曲、難しい
Thank you.
はい。